リーガエスパニョーラリーガエスパニョーラ1944の1945この項目では1944から1945年シーズンのリーガエスパニョーラについて述べるリーガエスパニョーラ1944の1945はスペインのプロサッカーリーグリーガエスパニョーラの14回目のシーズンである年月日に開幕し 1944年5月20日に閉幕。CF バルセロナが16年ぶり2回目の優勝を決めた。RC デポルティーボデラコルーニャは1944年10月29日の第6節バレンシア戦から新スタジアムへ移転した。バレンシア CFR マドリード A アビアシオン、セビージャ CF デポル A ビルバオ R オビエド R、ホンエスパニオールバルセロナ RC ムルシア CD、 カステリオングラナダ CF、サバデルリーガエスパニョーラ1 9 4 4 1 9 4五のクラブチーム所在地王者バレンシア CF は電撃フォワード陣がリーグ二位の総得点六十一を叩き出すなど相変わらず攻撃力のあることは数字的に証明した。だが十二試合無敗を記録した昨季に比べて持続力が衰え三連勝が一回四戦、無敗二回と五戦無敗が一回。 このペースでは連覇は無理だった。総得点が減ったレアルオビエド CF は、開幕3連勝、6戦、無敗1回5戦、無敗1回と、負けないことを重視した。だが、それでも、王者バレンシアの順位を一つ超え4位に入るのが、精一杯だった。内戦後の新勢力のもう一つ、アトレティコアビーアシオンは、開幕からで遅れ無敗も連勝も長続きせず。だが、 第13節から7戦無敗、第22節から3連勝と、遅まきながら戦闘集団に食らいつき3位。2年前の王者で、最多5回の優勝を誇る、旧勢力の大御所、アトレティコデビルバンは、好発進。第2節から6連勝で首位に立ち、その後バレンシア戦、オビエド戦と連敗するが、第15節まで首位と勝ち点、タイでこらえていた。ここで、 戦闘集団に踊り出たのが、他の旧世代のビッグネームである、レアルマドリード CF と CF バルセロナであった。アールマドリードは開幕戦で、オビエドに惨敗、第5節で、ビルバオに敗れるが、そこから3連勝、5連勝を1回ずつ記録するなどして、第14節に単独首位に立った。対するバルサは、リーグ最小の30失点の守備を武器に戦った。ロースコア勝負をかけ、 第2節から5戦無敗、チャマルティンでの敗戦を経て、以降3連勝した。サミティエールは、監督就任1年目でバルサを優勝させた。第12節ビルバオ戦、第15節オビエード戦で大敗を喫するも、この後6連勝と一気にフルスロットルに入り、第17節に、金差で単独首位に立つと、仕上げに、ラスコルズでアールマドリードを5-0と大破。 勝ち点差を3に広げ当該対戦スコア5から1の優位も確立した。アールマドリードはこの大敗で3連勝を止められるもすぐ切り替えて連勝に入った。なお、序盤の主役ビルバオはすでに3位集団に吸収され2強のペースについていけなくなっていた。バルサは第22節のダービー引き分けで勝ち点差を2に詰められるがその後は連勝を続け、 第25節で、ラスコルツに、ビルバオを迎えた。勝ち点差にを維持できれば、当該対戦結果で優勝が決まるバルサは、前半に、アズクラーと、ブラボの得点で2から1とリード。その頃、アールマドリードは、敵地で、カイムルシアに2点を先行されていたが、後半に入り60分までに逆転。その後3から3に追いつかれるが、 3分後に再度勝ち越し73分に、ムニョスがダメ押し点を決め5から2とする。しかしバルサも56分コンサルボー60分、セサール・ロドリゲス62分、アズクラーと立て続けに決め、後半のわずか7分間に5から1とビルバオを突き放す。終了間際にテルもさらに1点を返されるが、それは結末を変えるにはあまりに遅く、数分後、 ラコンドミーナとラスコルツ両会場で終了の笛が鳴った。1929年の初代王者バルサの16年ぶりに止め、そして過酷な低迷を経てつかんだ内戦後初優勝を告げる笛だった。今期から入れ替え戦枠が一つ減って、中位には多少ゆとりのあるリーグになった。開幕5戦未勝利のセグンダ王者レアルヒホン CF は3連敗を二度喫するが、 精神的ショックを受けるほどの大敗はなかった。後半戦は、第16節から3連勝、第21節から5戦無敗を維持、その締めくくりにオビエドとのアステリアスダービーで6から0と圧勝し、1節を残して残留を決めた。負けないサッカーと失点を少なめに抑えるバランスが、物を言った。その基本を上回る7回のリーグ最多引き分け数で、粘った。 RC デポルティーボデラコルーニャだったが、すでに失点数の増加に、歯止めが効かずリーグワースト2位の62失点。第2節から6戦未勝利、第9節から8戦未勝利。その後に、初の連勝で一時12分位に浮上したが、第19節から3連敗、最下位に沈んだ。RC ムルシアとの対戦成績の優位でわずかに11位の、可能性は残ったが、最終節で、 CD サバデル CF に敗れたチームの結果に関係なく再会で自動降格した。そのサバデルは昨季最終節で劇的な自動残留を果たしたが、今季は後半戦に入っても調子が上がらず、第13節でポル戦の勝利を最後に5連敗を含む12試合未勝利のトンネルに入り、失点もリーグワースト67に達した。未勝利の幕引きとなった第25節、 11回避を目指していた RCD エスパニオールに0から7の大敗を期して入れ替え戦の可能性も消滅、自動降格が決定した。そのエスパニオールが3年連続で巻き込まれた入れ替え戦回避の争いは他に昇格組、RC ムルシア残留力に定評のあるグラナダ CF ラが中心となった。今季のエスパニオールは途中で監督を変えずに戦ったが、 第4節から5試合未勝利。第13節から4連勝し9位まで這い上がるが、3戦未勝利2回で、第23節終了時には11位に戻っていた。続く、第24節にカステリオンを5から1で下し、ムルシアとの当該対戦成績で10位浮上。前節苦敗を舐めさせられたグラナダが代わりに12位へ転落した。しかしグラナダは、第25節で、 昨季王者バレンシア2-2-1で勝ち、アールマドリードとの打ち合いに敗れたものの、当該対戦成績で過労じて11位を維持した、ムルシアに追いすがった。なお、この時点で意外にも10位に落ちていた、セビージャ、そしてエスパニオールも、グラナダとの当該対戦成績により11位回避が確定した。最終節は、勝ち点19で並ぶムルシアとグラナダの一騎打ちとなり、 当該対戦で劣るグラナダは、なんとか勝ち点で上回る以外に11位浮上の手段はなかった。すでに残留を決めたエスパニオールは17分にザガーラが、先制弾を決めムルシアを1点リード。そうなると、サンマメスでビルバオと対戦したグラナダの動向が問題となるが、前半だけでベナンシオとパニーソの得点で0から2と先行されていた。後半も、ムルシアは追いつけず、 グラナダの状況も51分78分のサラの2得点で0から4と悪化した。もはやムルシアにやるべきことはなく、グラナダが79分にニコラの得点で一死を報いて、両会場で試合が終わった。当該対戦以外は、グラナダと全く同じ7勝5分14敗と低迷したが、しかし2度目の挑戦で、初めてムルシアは残留に成功。 逆にグラナダは昨年までのように最後で辻妻を合わせられず、二度目の入れ替え戦域が決定した。プリメーラディビシオン12位のグラナダ CF が、セグンダディビシオン1944から1945.3位の、レアルクルブセルタデビーゴと、中立地マドリードで対戦した。グラナダ CFV レアルクルブセルタデビーゴ。ありがとうございます。